世の中にそそっかしい人、祖ものってのがおります。向こうから来る人誰だっけなこの頃会ったことがあるぜ。思い出せねえな。あ、向こうも気がつきやがった。笑いながらこっちへ歩いてくるぜ。弱ったな。向こうがこっちを知ってるってのにこっちが思い出せねえってんな、まずいな。まあ、しょうがねえや。聞いてみよう。へへ、こんにちは。あの、お味噌絵しやしたが、どちらさんでござんしょう。バカおめえの親父だなんてどうにもしようがありません。本当にこんなのが痛そうですな。 これが二人寄りましたお長屋なんてものは大変な騒ぎで、ここにおります、こつもの大工の八兵衛が朝早くに浅草の観音様の境内を通りかかると、何やら人だかりができている。なんだよ、何か始まるんですかい行き倒れなんだかちっともわからねえ。中が見えやしねえや。前の方でさっきから見てるお人、心当たりがなかったらさっさと行ってくんな。同じ人にいつまでも見ててもらってもしょうがねえ。 後ろの方の人、前に回って見てくんね。誰かこの人を知らねえか。知らねえかなんて言われたって見えやしねちょっと通してくれよ。通してくれってんだよ。この野郎。どうしても通さねえってんだな。よし、こうなったらまたぐらくぐっちまうぞ。 あ、うっ、よっくら、ちょっと、へへ、ざま見やがれ。これはよく見えら。な、<ん>な、なんだよ。妙なところから現れたね。どうもあんた、初めて見る顔だね。ちょうどいいや。おめえさん、職人風だし、定めし、顔も広いだろう。ちょっと、この行き倒れの顔を見てやってくんね。身元がわからなくて困ってるんだ。え行き倒れって、今から始まるんですかい何を言ってるんだよ。行き倒れだよ。行き倒れ。そこで倒れてんだろ倒れてるだって、むしろが引いてあるだけ。あ、 この下にいるのかいああああああ,ああ、なるほど。この野郎大勢に見られて決まりが悪いってのがね。顔向こうに向けて、何を言ってるんだよ。行き倒れって言って分からねえかね。その人はもう死んでるんだよ。え死んでるんですかいそれじゃあ死に倒れだ。バカなこと言っちゃいけないよ。とにかくこの仏に見覚えはないかい向こう向いてるから顔が見えない。倒れたままにしてあるから。 ああ、なるほど。向こうへ回れば顔が見える。ああ、あんた、知恵回るね。それじゃあ、ちょいと失礼して。顔を。あれあこ、こりゃ、クマの野郎だ。おーい、起きろよ、クマ子。クマ お前さん、くまって名前を呼んでいるところを見ると、お知り合いかいお知り合いどころの騒ぎじゃねえ。同じ長屋の隣同士に住んで、ガキの自分から兄弟同様に付き合ってる野郎なんですよ。ちょいとぼーっとしちゃいますが、気のいい野郎でね。ええ、生まれた時は別々だが、死ぬ時は別々に死のうじゃねえかって固く誓い合ってる仲なんですよ。 そりゃ当たり前だろ。それくれ当たり前の仲なんですよ。えれいことになっちゃったな。クマ子、クマ、しっかりしろ。いや、しっかりしろったってどうにも。まあ、無理はない。仲のいい友達がこんなことになっちゃったんだ。さっきから言うことをやることが妙だったが、なるほど。同点してるんだね。無理もね。なあ、お前さん、どういうことにしようか。あたしの方で汰しようか。それともお前さんの方で、この人のおかみさんなりお子さんなりにこんなことになっちゃったってことを知らせておくれるかい 母も子供も何もありゃしねえんでこいつはかえいそうな野郎なんでさ両親も早くに死んじまって木から落ちた猿の子同様天涯孤独の身の上なんでさそうだったのかじゃあ親兄弟もご親戚も何もないじゃあ大家さんにでも来てもらっておいや白状だからねビゼチンも随分と溜まってたし来るかどうかわからねえ そりゃどうも弱ったな。せっかく身元が分かったってのに引き取り手がない。どうだろうお前さん。兄弟同様に付き合ったってことだが、お前さんこの仏さんを引き取ってもらうわけにはいかないかな。えまあ、そりゃようござんすけどね。これだけ大勢さんが見てますからね。あの野郎一番最後に来やがったくせにうめえこと言って持ってっちまった。なんて後で痛くもない腹探られるの嫌だからさ。え いや、お前さん、しっかりしなよ。まだ言ってることが妙だよ。誰もそんなこと思いやしないよ。じゃあ、こうしやしょう。足がこれからひとっ走り長屋まで行ってまいりまして、当人をここへ連れて来させましょう。頼むから、ちょっと落ち着いておくれ。当人を連れてくるなんて、当人はここで死んでるんだよ。 生き倒れになってるんだよ。そうなんですよ。何しろそそっかしい野郎でね。自分で自分のやってることがわからねえ,、ええ。今朝も熊ん家へ行ったんですよ。朝っぱらからぼやーっと部屋の真ん中でぶっつわってやがって。どうで浅草の観音様でもお参りに行かねえかって声をかけましたらね。塩梅が悪いから勘弁してくれ。なんて言ってやがったが。それがただってこんなことに。お,お,お前さん。今朝熊さんの家へ行ったのかいそれじゃ違う,違うよ。 この人は夕べからここに倒れたんだ。そりゃ違うよ。そうでしょ。だからこそ当人が来なきゃ分からねえってのはそこだ。とにかくすぐに当人を連れて参りますから、しばらくそこで晩しててください。お、おい、ちょっと、ちょっとお待ちよ。違うんだよ。大変な野郎だね、どうも。まったく何をしてやがるんだか、まったく。おいクマコあちの野郎、何を慌ててやがる 秋店叩いてやがる「はあ熊子熊子って大声でうるせえな長屋はあいつ一人で住んでんじゃねえってんだはあまったくあの野郎はそそっかし上にせっかちだってんだからどうしようもねえ 熊の野郎もそうだよ。呼ばれてんだから返事くらいするがいいじゃねえか。熊って誰だっけあ、俺かな。この長屋で熊は俺だけだな。おう、ハチ、熊ってのは俺かおい、こっちだ、こっちだ。俺んちはこっちだよ。あ、この野郎、こんなところにいやがった。こんなところだって、俺の家は初めからここだ。どうした、淡くって。どうしたもこうしたもねやい、熊。 てめえはもうそうやって落ち着いてタバコなんざ吸っていられる身分じゃなくなっちまったんだぞ。ななんかあったのか何かあったのかどころじゃねえ。今から俺が話して聞かせるから決して気を落とすんじゃねえぞ。俺は今朝言ったろうドサクサへドサクサドサクサじゃねえ。浅草へ拝みに行ったんだ水天宮じゃねえ。天神様じゃねえ。 観音様かそうそう、観音様だ。境内に入ってみると大変な人だかりだよ。俺が何かと思って人をかき分けて前に出てみると驚くじゃねえか。行き倒れだよ。行き倒れ <laughs> 観音様の境内で行き倒れたうまくやったじゃねえか。は <laughs> 行き倒れってなんだっけおめえも知らねえのかよ。 俺も知らなかったんだがな。歩いてる途中で倒れて死んじまうことを生き倒れってんだそうだ。それでさ、生き倒れを世話してる人が、バカに俺をひいきにしてくれるんだ。おめえさんは職人風だし、餌だめし、顔も広いでしょうって、むしろをあげて面を見せてくれたんだ。そしたら驚くじゃねえか。おめえなんだおめえなんだよ何がこの野郎、まだ気がつかねえのか。おめえは昨夜、浅草でな。あ、死んでるんだよ。俺がいや。 <laughs> お<めえ> <laughs> バカ言っちゃいけねえぜ。第一俺は死んでるような心持ちがしねえ。そこがおめえはずうずしいんだ。おめえこの度初めて死ぬんだろうが、初めてのことで心持ちなんだわかるわけがねえだろう。おめえべ夜どこかへ出かけやしなかったか夕べは本所のおじさんのとこ行ったんだ。それ,それ見ろ、どこか行ったにげえねえんだ。おじさんの家でごちそうになって、それから方々を歩いて、 馬道に湯沸かしが出てて、えー、酒の午後も飲んだかなそれからフラ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 しながら歩いて観音様の脇を通ったところまでは覚えてるんだけどなその後は <laughs> どこをどうやって歩いてきたものかまるっきり覚えてねそれ見やがれそれが何よりの証拠じゃねえか おめえは屋台で悪い酒食らって当たっちまって、そのまま観音様の境内で我慢できなくなって死んじまったにちげえねえ。この野郎、そそっかしいにも程があら。おめえは死んだのにも気がつかねえで、そのまま帰ってきちまったんだろうが。そうかな。そう,そうよ。言われてみれば、今朝から頭ははっきりしねえし、胸はむかつくし、どうにも妙な心持ちだが、やっぱり俺は夕べ死んだのかな。この野郎。まあいいや、気がつきゃそれでいいんだ。気がつきゃ。 早速用意しろよ。何の何のって決まってんだろうが、観音様へ行くんだよ。屍を引き取らなきゃなんねえんだろう。誰のまだそんなこと言ってやがんのか。おめえの屍に決まってんだろう。それ勘弁してくれ。今さらこれが私の死骸でございます。なんて決まりが悪くて。何が決まりが悪いんだよ。てめえのものをてめえで引き取りに行くのに、何が決まりが悪いなんてことがあるか。こんなはっきりしたことはね心配すんな。向こう行ったら俺が口聞いてやる。 おめえ来れ、そそっかしい奴はいねえぞ。もし俺が通りかからなかったらどうなってたと思う誰に持っていかれちまうかわからねえってやつだ。ほら見てみろよ。あんなに人だかりができてる。みんなおめえを見てるんだぞ。こっちの方がよっぽど決まりが悪いぜ。ちょっとどいてやってくんねえかな。ちょいちょいどいてくれ。いや、当人が来たんだからどいてくれって。そう言ってんだよ。<laughs> やっと出られた。へへへ、さっきはいろいろとどうも。また来たよ。話がわからねえ。どうだったお前さん。そうじゃなかったろ へい、家へ帰りまして一通り話をして聞かせましたところが、はじめのうちはまだ死んだような心持ちがしねえなんて分かりきったことを知らばっくれて工場張ってましたがね、足が噛んで含めるようにして道理を解いて聞かせやしたところがね、とうとう当人も包み隠しきれなくなりまして、そういやばうべ観音様の境内まで来たところで死んだような心持ちがしてきた、なんてやっと納得したような次第でござんす。ええ、連れて参りやした。こいつがその当人です。 おう、熊子。夕べから世話になってんで、例の一言くれ言ったらどうなんで。<laughs> <laughs> どうもちょっとも知らなかったんです。今しがた話を聞いてびっくりしたってもんで、あたしが行きだ俺のトーニーです。へい、また増えちゃったよ。弱ったね、どうも。実はね、いや、いやもういいや。こういう人に話をしてもわからねえ。とにかくむしろは下げて顔を見てみなせえ。いや、もう見なくても結構でござんす。いいからごらんなさい。生地死に目に合わない方が何を言ってやがんで。はっきりさせないと、この方も私がたいじゃねえか。だからそう言って。 言ってんだよいいから見てみろ。人をとからそんなこと言うけどね。見るよ。見るはいいんだろああ、汚えね、つらしてやんな。そりゃ、死に顔なんざ、そう綺麗なもんじゃねえよ。俺の顔ってこんなに長かったか。一晩夜つに当たったんだ。伸びても仕方あるめ。ああ、そうだ。やっぱりこれは俺だ。間違えねえ。え ああ、なんて変わり果てた姿にこんなことならもっと女郎買いしとくんだったそうだろうじゃあおめえ頭の方を持ちな俺が足を持ってやらだだだだめだよ勝手に持ってっちゃ抱いてみてわかんねえかなお前さんじゃないんだよお前さんじゃうるせえやい当人がわざわざ来て自分だって言ってるのに一体何が不満なんでてめえこの屍にやけにご出心だがことによると独り占めしようってんじゃねえだろうな ああ、ハチ、なんだかわからねえことになってきちゃった。何がわからねえ。抱かれてるのは確かに俺だけど、抱いてる俺は一体誰だろう。どうもありがとうございました。